阪に出ました。最初のポジション大阪です。ポイントガード鈴木達也、もらってレイパークスから元外に出してもらってすぐのシュートでした。鈴木3、いかがでしたか。いや、良かったと思います。今度はレイアップ。ただまだここも仙台が耐える。叩き落としたゲルン、レイパークスジュニア、ユーロステップからのゴール、いいですね。これでちょっと落ち着いたんじゃないですかね。スタントンキット、注目選手入ってきました。チームのエース投入。ボンズ、キット、アーン、エンドワン。いや、素晴らしいですね。やっぱりマット・ボンズ選手の右っていうのは止めれないですね。なんかこれまで持てていなかったんですが、持つといきなりキット相手に決めてきました。さらにワンショットのアーン、大阪に出た。ボンズもらった、走っている。そしてイージーバスケットとしてきました。ここでもう先頭マット・ボンズが走っています。そうですね、マット・ボンズ選手だけじゃなくて、その後もしっかりパークス・ジュニア選手、相馬選手と立て続けに走っているので、これが今年の大阪のチームかなというふうに感じました。そうですね、マット・ボンズにリクソン・ジュニア、飛ばしておいてから中に侵入、ルーサー。うまいですね、ルーサー選手。大阪に出ました。鈴木がプッシュします。相馬走っています。向こう側のコーナーに巻き、この後早いですね。相馬からパスをもらってフラッシュして、ゲルンのポイントでしたかというところ。まず大阪のポジションです。またカットして入ってもらってゲルン。いや、ゲルン選手いいですよね。仙台はどのポジションもサイズがありますよね。そうです。来ましたね。鈴木よく読んでいた。中に入ってルーサーを使いながら、ルーサー持った、スイッチしてヤンジェミ、身長差があります。勝負に行く。ルーサー、仙台の方も激しいディフェンスだったんですけれども、ね、大阪に出ました。中にゲルン待ち構えていました。いや、素晴らしいリバウンドでしたね。落ちますが、すでにゲルンがリバウンドに備えていて、こぼれたボールを自ら取って沈めての N1。 リバウンドの強い戦いきますが、こぼれて半沢取り返して、これもなんかボツ。イージーバスケットでした。大阪に得点です。点を取り欲しいというところで、こういうミスができちゃってるので、このタイムアウトで修正してくるんじゃないかなというふうに思います。のパスを読んでいたあの半沢が痛恨の表情でした。キットへのパスが通りませんでした。いや、ボンセンス笑ってますね。さあ、先輩後輩同士、青木、牧、マット・ボンズ、そしてブースがついてくる。ブース投入されていますが、今度は決めてきた。ブーマット・ボンズ、やはりキノシタ、中に入ってのフローターのシュート。今度は木下お返し。沈めてきました木下。使いながら鈴木、もらったゲルン、マット・ボンズ、フェリシオ、構わず行く。スピードで振り切ってプレーアップ。ダーもスリーが打てます。ルーサーに入った、ペイントから出ます。もらってルーサー3、ルーサー、ここで3決めてきた。大阪ようやく来ましたね。橋本拓也がまず持ちます。ボンズとの2面ゲーム、ボンズもらってピックアンドポップでした。3、ボンズした。ここは大阪ボールスチール成功。マット・ボンズ空中で持ち替えながらのシュート。ここで走ってマット・ボンズ空いた状態、普通にレイアップに行ってるんですけど、やっぱブロックされないように一工夫入れてるんですよね。そうですね、タイミングずらしてますよね。大阪のポゼッション、ワイドいました、完全にワイドオープン、木下。土屋に対して青木のディフェンス、走っていってもらって橋本だけ入っています、スピードに乗ってドライブから、決めた。ビッグアンドロールを使っての土屋、ペリメータージャンパー。いや、土屋
戻ってきたボーンズ、コーナー、先ほどスリーポイントを決めた木下レイアップ。いも振り切ってのシュートにつなげてきた木下、持っているのはパークスジュニアです。キックアウトパス、ね、中にカットしていた。あー、これも木下、いや止まりませんね木下選手。ムーサ、距離がありますブースがついています。そのままダブルチームで守られていますが、中でダイブしたシュート決めた。いや、橋本がもらったバウンスパス、中で合わせていてカットイン鈴木。いや、よく見てましたね。昨シーズンまで大阪でプレー、うん、キャッチャーのシュート、あー決めてきた橋本のスリー。藤田ヘッドコーチと抱き合う、ベッサーの皆さんも大喜びです。相馬です、入れた、ペイントに当たってフローターを選択。いや落ち着いてますよね。ミスマッチの状態、ボンズそこをついていく、さらに合わせてゲルンです。うまいですよね。あー、ここは大阪に出ます。マキーボンズ走っている、ボンズ、あー決めた、走ってボンズ。うん、ヒットとボンズです。あー、エンドワン強いですね。では必ずこのようにアタックしていきます。マキ時間を使います、スイッチ、まあ、そしてディプリ、わー、マキージュニア、パークスジュニア体を寄せていきます。まあ、竹内持った、合わせてルーサー、今タイムアップです。大阪エベッサホームで連敗3でストップ、そして橋本拓也の復帰戦を白星で飾りました。